ガチャ、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日683回目の今日の表現は Malfunction。 サミさん、 Core is malfunction、 意味はどうでしょう。これですよね。故障を引き起こすということでよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこの Malfunction が故障、もしくは機能不全というような意味につながるのか。そのヒントはスペルですね。さあ皆さん、マルファンクション、それの左側、これですよね。マラリア、そうです、マラリアのイメージでよろしいかと思います。ですからマラリア、悪いですね。ですから MAL と言われたら悪いものというふうにイメージしていただきますと、マルファンクション、機能が悪い、つまり機能してくれていないんですね。機能不全ということは、皆さんこれ故障しているということですね。ですので、そういうふうに皆さんイメージしていただきますと、マルファンクション、故障、機能不全というふうにつなげるのは難しくないかと思います。ですのでマラリアのこのマルのイメージから押さえていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさっていただけますと幸いです。